栄光は増行を捨てて御所を助けたまえと一心に御名を頼めとはどういうことかと。まずですね、この増行というのは、ね、増行、ここで、ね、ここで使われている増行というのは、一般的な仏教的でいう増行ではありません。これは、いわゆる蓮如上人がよく使う増行です。まずそこが大事です。だからこの増行という言葉をね、そのなんていうんですかね、その私が、まあ、私がいつも説法で使っている増行とは違うってことです。ここで言う増行。だからこの増行を正しく解釈することが、この全体の意味を解釈する上で大事なことになるってことです。じゃあこうね、ここで言う増行っていうのは何かというと、自力のね、これは仏教ではね、自力の善のことを増行って言うんです。でもここでは自力の行、善じゃない、全ての行いのことです。これを増行、こういうふうに言うわけです。じゃあ自力っていうのも、この仏教でいう自力とは違うんです。人間の計らいのこと、ね、これをここでは自力と使っています。つまり例えば仏教を求めていって五章の一大事を解決しようと思った時に、自分の勝手な計らいでこうしたらいいじゃないか、ああしたらいいじゃないか、このように求めたらいいじゃないか、このように考えて進んだらいいじゃないか、こういうふうに聞いていったら救われるんじゃないか、こういうふうに求めていったら救われる、どうしたら救われるのか、どうしたら救われるのか、そのどうしたら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 って思う心を蓮如上人は自力と使っているんです。だから増行を捨ててっていうことは、いわゆる自分のこのね、ちっぽけな脳みそでこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、こういうふうに求めたらいいんじゃないか、こういうふうに考えたらいいんじゃないか、自分でいろんなことを解釈してますよね。その解釈はその阿弥陀仏の知恵に基づいて解釈してるわけじゃない。
人間の本当にちっぽけな考えで解釈していること、例えば仏教を聞いてね、このように求めていったらいいじゃないか、あのように求めていったらいいじゃないかっていうふうに勝手に計らうじゃないですか。例えば自分はね、こんな風なこともできないからダメじゃないか、あんな風な心が見えてきたからダメじゃないか、いやいやこんな悪が見えてきたから進んでいるんだとかね、自分の中で勝手にね、仏殺すにゃ刃はいらん、腐った頭で考える、こういうような感じで自分であれこれ計らう心がある、それが仏様の心をね、その悲しませることになるんだ、ね、どうしたら救われるかっていうことをそんなことに計らうんじゃなくてね、阿弥陀様は私に必要なものをいつも与えてくださるって、こういうことです。弥陀を頼む、弥陀を頼めっていうのは阿弥陀仏に打ち任せよっていうことなんです。打ち任せる、これはね、これは、まあ、正直なところね、間違ってます。どう間違ってるかっていうと、これは弥陀を頼んだら、弥陀を頼むっていうのはね、本当に阿弥陀仏に救われた人の境地なんです。本当に弥陀を頼めっていうのは阿弥陀仏に救われた人の境地なんです、うん、本当にそこは間違いないんです。だから阿弥陀仏に救われたならば弥陀を頼むことになるんです。100人いたら100人ともです。弥陀を頼むっていうことはどういうことか、分かりやすければね、今日この方に出会ったの阿弥陀様のご方便だなっていうふうに思うってことです。例えば交通事故で足を失ったとしても、これも阿弥陀様のご方便なんだなっていうふうに思う。私に起きることを私はですね、勝手に計らうんです。勝手に計らうっていうのはいいこととか悪いこととかっていうことを勝手に計らうんです。この人生で起きること一切のことを私たちは計らうんですよ。自分の中で勝手にこれはいいことなんだ、これは悪いことなんだっていうふうに計らう。でも阿弥陀仏に救われた人は計らうことがないんです。いいことであろうとも悪いことであろうとも、すべて阿弥陀仏から与えてくださったご縁だと思うってことなんですよ。例えば家族を失ったとしても、地震が起きたとしても、津波が起きたとしても、たとえ自分が交通事故で死んだとしても、これも阿弥陀様からいただいたご方便だな、ね、阿弥陀仏の御心のままに私は生きている、こういうふうに思う。それは救われた人が共通する境地なんです。境地、こういう境地で生きている。何か自分の中でね、私たちはこのここでいう造形、ね、蓮如上人が使っている造形っていうのは、例えばね、株が暴落したら嫌だなとかっていうふうに思う、第三次世界大戦が起きたら嫌だなっていうふうに思うとかね、地震が起きたら嫌だなっていうふうに思う、そういうことを一つ一つが私たちの苦しみを生み出していく。だけどそれがいいか悪いかなんてね、分かんないじゃないですかってことなんです。自分に起きたことがいいか悪いかなんか、こんなちっぽけな脳みそで考えて計らって分かることじゃないんです。分からない。私はそういうものはね、すべて
いいとか悪いとか判断できない、全て阿弥陀仏からいただいたご方便だと思う世界に出た、五章助けたまえっていうのはね、五章死んだらどうなるのか、蓮如上人であってもわからないってこと。でも私は阿弥陀仏と一緒ならばってことです。どこへ行ってもいい、どこへ行ってもいいよ、どんな世界でもいい。だから五章助けたまえと一心に御名を頼め、これは救われた人の世界なんです。造業を捨てる、造業っていうのを、ここで言う造業っていうのは人間の計らいを捨てて、もう全て阿弥陀仏にお任せだ、私がやることは一生懸命頑張ってやっていくことだけであってね、そこに対していいとか悪いとかって計らいをすることはしない、全て阿弥陀仏に打ち任せて生きていくだけだ。もちろん自分のちっぽけな考えでこうした方がいい、ああした方がいいと思うけど、そんなこと本当にいいかどうかなんてわからない。もう全て阿弥陀仏がなされることだから、そこに任せて私は流される、さらさらとさらさらと流されるままで生きていこうと、こういうふうな世界ね、救われた世界を語ったのが造業を捨てて五章を助けたまえと一心に御名を頼めというお言葉です。これは救われた人共通する世界です。本当にそういう世界です。だから救われた人はね、未来に対してそんなに不安はないってことです。私たちはね、例えばこんなことが起きたらどうしよう、あんなことが起きたらどうしよう、こういうふうに思うけどね、救われた人はみなみな阿弥陀如来のご方便だ、こういうふうに思って生きていくようになると。だから皆さんもこうなりなさいって蓮如上人は言われたんだと思います。分かっていただけたでしょう。それは自分で思い込みとはどう違うのか。思い込みの場合はですね、思い通りにならないと、そのこうじゃないといけないってなる。だから思い込みっていうのはある形にとらわれるんです。でもこれは思い込みじゃないんです。自分にとって都合の悪いことが起きたとしても、それも阿弥陀如来のご方便と思えるんです。いいとか悪いとかって関係なく、自分にやってくることは全て阿弥陀如来が、ね、私を成長させるために与えてくださったご縁と思う。だからこうじゃないといけないって思うことがない。思いますよ、こうじゃないといけないって思うことはあっても、そうならなかったとしても、ああこうなったんだから阿弥陀如来がそういうふうに与えてくださったんだなと思うということです。だから思い込みとはまたちょっと違う。思い込みだったらこうじゃないといけないみたいなのがある。そういうのがない。すべて、なんていうんですか、阿弥陀如来のガチとね、摂取をされて生かされているんだっていう、そういう安心感から出た言葉。その摂取者されるその思いっていうのが必ずありますよね。その摂取者されているっていう思いというか、あ、感じるね、感じ、まあ、体型というのはちょっと言い方がちょっと問題があるかもしれませんけど、まあ、言うたらその真理をいただいたという、まあ、はい、頼んだっていうその感覚ですよね。頼んだじゃなくて、頼むんじゃなくて、本当ガチ
だそれは阿弥陀様がガチッと、そう、阿弥陀様がガチッとされているんだっていうのがここで頼む。だからその頼みっていうのが何で命令形なのかとかいうのがもう、だから私と同じような身になりなさいってことですね、うん、でもそれはだから何度も言うように救われた人がこうなったら救われたっていうことだからね、こうなりなさいって言ったからといってなれるわけじゃないから、だからその造業を捨ててっていうこと、造業っていうのも本来の仏教の造業とは違って、いや救われた人が思うその人間の計らいを蓮華上人は造業っていう言葉を使って言われてるんです。これは言うたらこの造業性で五条を助けたまえてる神弥陀を頼めって言ったら、これはいわゆる南無阿弥陀仏ですよね。これは南無阿弥陀仏で、これが救われた人の世界です。それは南無阿弥陀仏の世界っていうふうに言うなら南無阿弥陀仏の世界と言ってもいいですけど、南無阿弥陀仏ということではないです。あ、だからその世界ですよね。世界です。そう、阿弥陀仏に救われた世界、南無阿弥陀仏となった世界。だから蓮華上人は、私は南無阿弥陀仏の世界になったから、このような世界に出ればあなたもなれるから早くなれって言ってるんです。でもそれはなれって言われたからってなれるものじゃないから、言葉は正しいんだけど、でもやれって言われてやれるものじゃないわけですよ。この境地は本当に阿弥陀様がガチッと治めてくれたからね。それはあのいわゆる結果を言われてるっていう、そう結果、そうこういう結果になりましたって、私はこう、私はこういう世界にいますっていうことを言ってる。いわゆるある意味ゴールですね。そうゴール、これが阿弥陀仏に救われた世界、ゴールの世界です。だからそれは過程がないっていうことなんですよね。過程はない、だって過程、そのどうしたらっていうものはない、はい、それだから阿弥陀様のその全てのあのお計らい、阿弥陀様のお計らい、そう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 、はい、だ救われるのも阿弥陀様のお計らい、そう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 、うん、だから私たちはその阿弥陀仏が、うん、私は阿弥陀仏に救われるっていう、うん、もう万に一つしかないようなね、宝くじに当たるようなことを目指すよりも、本当に誰でも進めるね、三段転入の教えを進めているわけです。これはいわゆるその誰でもなれるものではないということ、そう、誰でもなれるものではない、うん、でもこの世界に出たらこの世界に、だから救われた人の世界なんですよ。これは信心逆徳のことになる。そう、信心逆徳の世界、心の世界を蓮華上人は端的にこう教えられたわけです、うん、こう私はこういう世界に出ましたよと、うん、この救われたかどうかいわゆるこの言葉が分かるかどうかで分かるということです、うん、本当に私も分かりますってなったらね、実は救われてるってことです。だから結局その過程がないというのは、そのいわゆるその1年で救われるということですよね。うん、1年で救われる、そう、1年で救われるけど、あの真の1年とは違うということです。あ、さっきの真人欠場とは違うということです。そうそうそう、はい、あのその念仏して真人、うん、あの作って真人なくなって、真人作って真人なくなってというか、うん、そうやって進んでいって真人欠場という、そうそうそう、それとは違います。それとはまた違う、はい、違います。この造業を捨てて五条を助けたのに死に身を頼めるのは、これは正常寿不体験という、うん、違います。これは阿弥陀仏に救われた体験です。正常寿不体験とは何ですか。正常寿不体験は死の知恵、こちらさっきの信心欠場のやつ、そう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 、はい。となると、これはもう阿弥陀様が私を助けてくれるまで待つっていうのをまたどうしたらいいになるんですか。いやいや、だからこれはもう待ってるない人は本当にないんです。いわゆるその阿弥陀仏に救われる人っていうのは、そもそも全知識になるような人にしか救われないんです、うん、だそれは阿弥陀様が選ばれてるんですか。そう、阿弥陀仏が選ぶ、うん、が過去世においてもう浄土まで行ってるような人が生まれ変わってきて、その真に結論する、逆得するっていうことがあると思います。ということは、阿弥陀さんの救いには差別があるってことですか。阿弥陀さんの救いには当然差別があります。
でも十方四上と約束されているのは救われた人が人々を救う上で全ての人をあのね、そのこの人を救うこの人を救わないということを選ぶことなく救っていくっていう。となるとこれを目指すのはあんまりその、うん、得策ではない。得策ではないと私は気づきましたと。だから最初は私もこうこれを一生懸命話をしてたんです。疲れてください、はい、やってた。例の証人はこれしか言われてないです。これしか言われてない、そうだからほとんど迫れてないんです。でも例の証人の中にはあそこあるか、うん、やっぱりでもこれを目指さなきゃいけませんよね。これ、うん、これを目指すものじゃないです。これは救われた人は、うん、だからそうなんですけど、やっぱりそれがいやだって蓮如上人のような、うん、そういう人でさえ生涯一人か二人なんです。親鸞上人のような人でも一人もいないかもしれないんですよ。まあそうなんですけど、やっぱりこれが最終目標ですね。いや違います。これはね、龍樹菩薩が言われるにはこれは通過点です。通過点、目標目指すのは浄土城だから。あ、いや、あのその今の根性で、根性は浄土城です。根心で浄土、さっきのだから真理ですよ。そうそう、真理ですよ。これが私たちが目指すべきところで、それは阿弥陀仏に救われているかいないか関係ないです。でそれはどうなんですか。これは最初の一人が必要と。導く方で、そう、導く人がいればその人についていけばいけるから、うん、だから導く人が、ね、いたらね、死に哲学はほぼ無理、死に逆とかほぼ無理です。そこまで悩まない、答えが出ちゃう。導く人が聞けばすぐ答えが出ちゃう。分かんないから苦しむんですよ。どうしたらいい、どうしたらいい、うん、それをね、明確にこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよって答えてくれる人がいたら悩まないでしょ。悩んでも悩んでももうダメだってなるから救われるわけで、悩むからこそ救われるんですよね。そうそうそう、うん、でも全知識がいたら悩まないじゃん。聞く、聞いて、答えを聞いて実践するだけです。でもその悩みっていうのはもういくらでも出てきますけどね、やっぱり。いやいや、悩みって救われてない以上は何もでも出てきますけどね。まあでもそれを言うたら、そのお救いを待つまでに、うん、言うたらおろおろしてまた飽きませんですよね。うん、そうですね。その救いを求めてる人にとってはね、ビク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 しながら生きてるようになると思うんですけど、はい、はい、でもそういうふうに求めていたとしても本当に宝くじに当たるような確率でしか救われません。ないとは言い切れません。僕も一生懸命それをや、ね、伝えてきた人間ですから。でも条件があるんです。なので心を問題にできないから、うん、心の悪が、心の悪がどれだけ問題になっているかなんです。悪ですか。悪、心の悪をどれだけ問題にできているか、うん、それが大事です、うん、なんで私はこんなに心から悪が出てくるんだろう、どうしたらやまない、どうしてやまないんだろう、体では善ができるんだ、うん、心ではどうして悪を作ってしまうんだろう、そういうことに真剣に悩んだ人じゃなければ、うん、救われることはありません。罪悪感、うん、罪悪感、うん、無常感もかなり強く与えて、うん、結局、まあ、前世も知られるように無常感、罪悪感、さっきの話ね、うん、を深めていくようにやらなければ、うん、阿弥陀仏に救われるっていうこともないんです。本来、ね、この阿弥陀仏の救いっていうのは、ね、その龍樹菩薩が十順画書館の方便門っておっしゃられてるんですよね。で方便門って本来、江戸から浄土にこう進んでいく
家庭においてってことです。家庭において進めない人がいる。進めない人に説かれているものが弥陀の救いなんです。だから江戸から浄土まで真面目に進んでいかなければ、ね、いわゆる修行に励まなければそもそも救いなんてない。だからこの世で救われている人っていうのはそれは全知がいなくてもそういうことを本当に実践している人なんです。だから私たちが目指す道は弥陀仏の救いを求めようが求めまいが一緒なんです。修行、さっき話したように出家するような気持ちでね、日常生活に取り組んで世界から自分の心に目を向けて無常感罪悪感を深めていって自分の心の悪を作らないように心がけていくっていうことが大事なことになります。その過程でどうしてもできずに進めなくて弥陀の救いがあるということです。だ一種の絶望感がないと無理だということです。弥陀の救いでね、そうです。その過程においては修行があるんですよ。それはでも修行というのは結局人間に生まれる道なんですか？うん、人間、仏になる道です。仏を目指して進んでいく道、うん、あでもそれ根性でできないとなくて次、自称はだから結局人間か、まあ、それ以上か、まあ、三学論にしているかどうかというのはいやだから根性で求めるだけ求めていって、うん、ねである一線を越えたらまた人間に生まれてこれます。はい、結局それは人間に生まれる全てがあるんだってしまうじゃないですか。それはもちろん目指す人が仏ですよ、その過程において自称も人間に生まれる必要があるから別に人間を目指してるわけじゃないですか、はい、そうなるとその多少の目的っていうことになるんですか？一生の目的は、いやだから求められる多少の目的じゃないですよ。一生の間に進めるものはどこまででも進んでいくことができますから、うん、はい、だから多少かけてちょっとずつ進んでいくものじゃないってことです、うん、自分の気持ち次第で根性でもぐっと進むことができると。だから私たちが目指すべきものは浄土往生、その浄土を根性を求め抜くことが大事ということです、うん、だと浄土上はだから根性でできる、できます、うん、はい、だそれはいわゆる善行になるんですか？善行になるんですか？善行、善行ってどういう感じ？善と、ああ、そう、善悪の善です。はい、うん、いいこと、はい、いわゆるいいこと、はい、でそれと、まあ、まあ修行はまあまあ別にしてもそのいわゆるその禅をやってその心理欠如までいくということですか？そうそうそう、まあ禅をやってちょっと違うんです。禅をやるのはあくまでも真実を知るためなんです。だから善をしたことによって浄土往生するわけじゃないんです、うん、そこを分かっていただきたい。分かって、そのあくまでも修行に励むのは真実を、例えばこうね、修行をしてものを整理するのはこのものに目を向けるためなんです。使っているものに、使っているものに目を向けることによって使っているものが無常であることに気づく、その無常であることに気づく、その気づきが信仰を済ましているわけです。だから善をした善果で浄土往生するわけじゃなくて、その仏様が進められる修行っていうのはその真実を見させるためのものなんです。その真実を見ることによってその悟りを開いていくわけです、うん、
その一つが、例えば自分は死ぬんだなっていうことですね。そのものがたくさんあるとね、ものは無常じゃないですから、たくさんものが出すぎると無常なんてものじゃなくなるじゃないですか。そうすると自分もその中にいると無常だと思わなくなるんです。それはものを限定させて使っていくと、使っているものには無常があるんです。それによって人間の命にも必ず無常が、死が待ってるんだなっていうことが知らされていく。その自分の行いによって真実を知らされるためにやってる。だからそのちょっとこうなんていうか、善が間に合って浄土往生するわけじゃないっていう、そこをちょっとこう誤解をしない。すみませんけど、今までその教えてもらった真宗の教えとかなり違うので、ちょっと変わってるところがあるんですけど、はい、そうですね、今まで教えてもらった真宗の教えは真宗の教えなんです、ね、仏教という土台の上に成り立っている真宗の教えだ。だから仏教のいろんな概念を吹っ飛ばして真宗独自の教えになっているんですよ。だから例えばこの造業っていう この一つにおいてね、これは蓮如上人の独特の解釈。造業っていうのは造業で言葉があって意味があるんだけど、ここで使っている造業とね、その意味が違う。いやでもそのいわゆる計らいっていうのはよく聞きますけどね、浄土真宗。この浄土真宗ではね、そうなの、浄土真宗ではよく使うけど、この計らいっていうこれと本来の浄土っていうのは違うんです。親鸞聖人が使っている造業とは違う。でもそういう蓮如上人から体験づけられたものが今日の浄土真宗の主流になっているので、だから今まで聞いてきたことと食い違うことになります。いわゆる通仏教とそのとかのその、まあ、別々仏教というか、あのそう通仏教と、うん、に照らし合わせた仏教になってない。だから浄土真宗という教えだけが、その何ていうんですかね、その独自に進化して進んでいった。だから仏教というものをね、知らない、例えばね、浄土真宗の僧侶はね、煩悩を知らないんですよ。で、煩悩は変わらないって言いながら、ね、煩悩が何かを知らない。だからもう知らなくていいんだ。でも煩悩を問題にしない仏教って何じゃないですか、そもそも、ね、それは煩悩は変わらないんだ、煩悩はなくならないんだ、こういうふうにこう思い込んで言いますよね、うん、そこに疑問を持たないわけ、うん、例えば浄土往生だとね、親鸞聖人は生きてる時に行けるって言ってるわけです。だって不退出往生ってそういう意味だから。だけど今日の浄土真宗は、浄土往生は死んでから、死んでからってなった瞬間に何とでも言えますよ、本当に何とでも言える。正しいかどうかなんて関係ない。僕は本当のところが知りたいだけなんです。それだけ。本当はどうなんですか、本当はどうしたらいいんですか。だって僕導く責任があるから、いい加減なことは言えない。導く責任がある私にとって、ね、その本当に確かなことだけしか言えないと。だからそれは本日の浄土真宗とね、
だいぶ違ってくると思う。だいぶです。それは私が今まで仏教の教えを学んで、そこに基づいて、ね、仏教という教えに基づいて変えていったものっていうことですね。合わない、仏教に合わないものは合わないということです。たとえ浄土真宗で正しい誠しやかに言われていたとしても、まあ、確かにその浄土真宗でもそのお商業とかは丁寧に読んでいったら、やっぱりその今までその教えてもらったことはだいぶ違うなっていうのは分かりますけど、やっぱりその冒頭がなくなりますならないとか、伝道進めがあるないとか、そういうのはよく分かりますけど、そう、あ、お商業も読んでないんです。そうなると、だ結局その商業念仏、あの口で唱える念仏、まあ、だから念仏ですね、普通の念仏、商業ですね、はい、どういうふうにその関わりがどう思っていくのかとなって、だってそんなこと親鸞聖人も知られてないんです。御田と本願と申すは両方隣の者は極楽へ向かえんと使わせたまえたるを深く信じて隣が目指すことにて相応なりっていう、あのご、あのご所属がありますけど、名号を唱えるって書いてあるけど、名号を唱えるって南無阿弥陀仏と言うっていうことかどうかわからないじゃないですか。名号は南無阿弥陀仏じゃないですか。まあいわゆるそのお正月の根拠を言うと、名号をね唱えるっていうふうに言うっていうことはね、その全知識仏がその説法することを指すわけですよ。だから南無阿弥陀仏を唱えるっていうことではない。だって南無阿弥陀仏を唱えても念仏できない。私たちは念仏往生だ。南無阿弥陀仏っていくら言っても念仏にならない。例えばだから漢方領事教のさ、下品下生のところとかってどうなんですか。小南無阿弥陀仏。小南無阿弥陀仏。声をして誰が大ざらしめてその南無阿弥陀仏と考えようと。あれはどうなんですか。それは、ね、それはその本来はですよ、その例えば説法を聞いてきたとします。阿弥陀仏に、あの仏様と接してきたとします。でその知らされたものがあるじゃないですか、今まで聞いてきたもの、そういうものを全部ひっくるめて南無阿弥陀仏と呼んで、ね、唱えるってことはあると思うんです。いやでもその下品下生は今までずっと倒して最後の最後で臨場の最後で最後で、うん、まず最初に念仏せよと言われて、でも念仏の頃は合わせと言われて、で、次はだから、ただ単に名前を唱えなさいと言われて、小南無阿弥陀仏ですよね。うん、そう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 。そう。だからそれは、じゃあ、全言がなしって言われてる人は、なぜその十章の念仏で救われるのかというのは。ああこれね、じゃあ10年を不足してって書いてあるじゃないですか、ええ、10年不足しないとダメです、うん、10年を不足するっていうのはいわゆる10章じゃないですか。じゃあ10年を不足するっていうのはその他力の信心をいただくってことです。他力の信心をいただいてあれは祁答王女なんですか。他力の信心をいただいて、だってこれ祁答下品下生だから浄土王女ですよ。ここは祁答じゃないですか。それ祁答じゃないです。下品下生ですから。10年はだから10章じゃないんですか。違う違う違う、10年っていうのは10年は愚足だから、愚足って身につけるってことですから、10回の念仏を唱えてってことじゃないです。愚足だから全道大祭はそうおっしゃったけどね、念を章には書いてますけども、うん、具足だから身につけるということです。南無阿弥陀仏と一体になってってことです。南無阿弥陀仏と称賛っていうのは南無阿弥陀仏という言葉を言うってことじゃなくて、ね、南無阿弥陀仏という身になったことを褒めたたえなさいってことです。
この場合はでも仏性じゃないんですかね。全道大師はそうおっしゃってるけども、うん、言葉はやっぱり念、ね、ですよね。昔はここ問題になってますが、勧業書でもいろんな人が解釈してるんで。具足だから、具足って身につけるってことで、唱えるってことじゃないから。いや、唱えるとか書いてるじゃないですか。いや、だからそれを本当にやったとして、意味があるかどうかなんですよ。本当にやったとして。それは書いてあるかもしれない。それをそう解釈したかもしれない。で、本当のところはどうなのってことなんです。本当のところは10回唱えたからといって何もならないんですよ。これはね、具足しないといけないんです。具足って生身だと、つまり体格診療をいただかないといけないんですよ。十年を具足するっていうことは、当然阿弥陀仏と一体になるということなんですよ。仏も一体の身になるということなんですよ。あ、そうで、私の感じですか。じゃあ、とりあえず、じゃあ、ここまで。すみません。今度はまた次回また。